オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供、フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は7月第4週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは7月第4週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。50年前消息を絶ったフランスの潜水艦、海底で発見される。7月22日月曜日、1968年1月27日に南仏のトゥーロン沖で演習中に乗組員とともに消息を絶ったフランスの潜水艦ミネルヴの残骸が、トゥーロン沖およそ45キロメートルの海底およそ2400メートルで発見されたとフロランス・パルリ軍事大臣が発表しました。深刻な大気汚染を受け、23日火曜日から2日間パリで厳しい交通規制。7月23日火曜日、深刻化するパリの大気汚染を受け、火曜日から水曜日の深夜までパリとパリ近郊では環境基準を満たした車以外は通行することができない厳しい交通規制が敷かれました。違反をすると68ユーロおよそ8200円の罰金が課せられます。フランス猛暑、パリで40度超え。フランスでは23日火曜日から猛暑が続いていましたが、25日北フランス各地で過去最高記録を更新するとフランス気象庁が発表し、パリでは観測史上最高となる気温 42.6 度を記録しました。シャンゼリゼの空飛ぶ男、ドーバー海峡横断に挑戦するも失敗。7月25日木曜日、空飛ぶ男の異名を持つフライボードエアの発明者、フランキー・ザパタ氏はドーバー海峡横断に挑戦しましたが、残念ながら失敗に終わりました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は50年前消息を絶ったフランスの潜水艦、海底で発見されるです。7月22日月曜日、1968年1月27日に南仏のトゥーロン沖で演習中に乗組員とともに消息を絶ったフランスの潜水艦ミネルヴの残骸が、トゥーロン沖およそ45キロメートルの海底およそ2400メートルで発見されたとフロランス・パルリ軍事大臣が発表しました。ディーゼル・エレクトリック方式の高性能潜水艦ミネルヴは、1968年1月27日他の2艘の潜水艦とともにトゥーロンの南西のシシエ岬沖およそ46キロメートルの地点で運用演習を行っていたところ、演習の終了の信号を送った後、突如沈没しました。沈み始めてからわずか4分で海底2000メートル以上の深さに沈没したとされています。
演習当時ミネルヴには52名の乗組員が乗っていましたが、乗組員全員が帰らぬ人となりました。ミネルヴの最大潜航深度は300メートルでした。沈没後、1968年から1970年にかけて3年間捜索活動が続けられましたが、当時の技術では2000メートル以上の深さに沈んだ潜水艦を見つけることはできませんでした。当時フランス海軍のために建造されたミネルヴと同規模の高性能潜水艦11艘のうち、1968年にミネルヴ、1970年にエウリディスの2艘が海底に沈んでいます。搭乗していた乗組員の遺族たちから再度の捜索要請を受け、新たに捜索が行われ、トゥーロン沖およそ45キロメートルの海底2370メートルでミネルヴの残骸が発見されました。ミネルヴが消息を絶った当時の海底の振動データベースからおおよその沈没箇所が絞り込まれ、フランス海洋開発研究所が作成した海底地図からミネルヴの沈んでいる場所を割り出し、アメリカの海洋探査を専門に行う民間企業オーシャンインフィニティの支援を受け、捜索が行われました。フランス海軍の発表ではミネルヴの引き上げは行わず、そのままの場所に留め、ミネルヴと共に海へ沈み命を落とした乗組員の魂を沈める場所にするとのことです。今後数週間以内にミネルヴが沈んでいる場所の海上で遺族たちも参加する追悼式典が行われるとのことです。パルリ軍事大臣はツイッターで、これだけ長い間待たされていた遺族のことを思っていますとツイートしています。現在もミネルヴが沈没した原因は謎のままです。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 Un sous-marin français disparu il y a 50 ans découvert dans les fonds marins. Les restes du sous-marin français La Minerve qui a disparu avec son équipage pendant un exercice au large de Toulon dans le sud de la France le 27 janvier 1968 a été découvert à environ 2400 mètres au fond de l'océan, à environ 45 kilomètres des côtes, selon l'annonce de la ministre de la Défense, Florence Parly, lundi 22 juillet. Le sous-marin à haute performance diesel électrique, la Minerve, a soudainement fait naufrage le 27 janvier 1968 à environ 46 kilomètres au large de la côte de Sissier, au sud de Toulon. Il venait juste d'envoyer un dernier signal après avoir fini son exercice.
Après le naufrage, les activités de recherche se sont poursuivies pendant 3 ans, de 1968 à 1970. Mais avec la technologie de l'époque, il n'était pas possible de retrouver un sous-marin ayant sombré à plus de 2000 mètres. À l'époque, parmi les 11 sous-marins à haute performance, de même taille que la Minerve, construit pour la marine française, 2 ont sombré au fond de l'océan. La Minerve en 1968 et l'Eurydice en 1970. Une autre demande de recherche a été faite par les familles endeuillées de l'équipage et une nouvelle recherche a été effectuée. Ceci a permis de retrouver l'épave. Le point de chute approximatif a été estimé à partir de la base de données des vibrations du fond marin lorsque la Minerve a disparu et le lieu où la Minerve repose a été identifié à partir de la carte des fonds marins créée par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. La recherche a été menée avec le soutien d'une société privée, Ocean Infinity, spécialisée dans l'exploration marine aux États-Unis. La marine française a annoncé que l'épave ne serait pas remontée et qu'elle resterait sur place. Elle est considérée comme une sépulture maritime où reposent les âmes de l'équipage. Une cérémonie d'hommage en mer devrait avoir lieu au-dessus du lieu où la Minerve repose, en présence des familles dans les semaines à venir. La ministre de la Défense, Florence Parly, a écrit sur Twitter « Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. » Pour finir, la cause du naufrage de la Minerve reste encore un mystère. セバスチャン先生、ありがとうございました。50年もの時を経て発見されたフランスの潜水艦ミネルブ。亡くなられた方のご冥福を心からお祈りいたします。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、
パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は、日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛に、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。